ちかのレッツ深呼吸,深呼吸はい皆様こんにちはこんにちは、えー、9月8日火曜日の6時を回りました9月に入ってますけど実は今日はあの収録でですね、うんえー、いつものスタジオとは違うビースタで、えー、これは収録をやってますはい収録が えー、8月の28日遠いな、えー、金曜日で収録してますんで <laughs> あの9月8日の時点では、えー、地球がどうなってるか分からないんですけど本当ねまだ地球があるかも <laughs> この世の中がどうなってるのかもうん、うんまあ、今日ビッグニュースがね飛んできて記者会見まだこれからだと思うんですけど安倍総理がね、あのーまあ、引退の意向をねえ。まあ 健康上のこともあると思うんですけどね。ちょっとびっくりでしたね。そうすると、副総理の麻生さんが。首相代行みたいな形になるのかな。麻生さんああ。会見聞いてみないとわかんないけどね。うんうん、これがね、収録のちょっと、あの。まあ。ねえ、変なところで。うん、特に、あの、まあ、今日の。番組の内容の中にもあるんですけど。まあ。 米中関係の今緊張の話とかですねうん、うん、えそれに関連したえ香港自治法で台湾との問題とかえまた大型台風がね今向かってましてね<ー>え本日収録日が8月28日え沖縄の旧本が8月31日からえ9月2日の期間に、うん 台風が来るということとまたその後からも台風が、えー、2個立て続きにやってきた後にこの放送が流れるという、うん、<laughs> ことなんで <laughs> いろんな出来事がたくさんあった中でまあ一応9月1日はねあの通常に生放送でありますけどこの2週間相手の収録っていうのは初めてじゃないなですか、ね。 大体1週間前とかねその間で収録するんですけどうん、うん、今回はちょっとあの異例の早めの収録になってまして、えー、これから10日間以上先は、ね、世の中どう動いてるか分かんないんですけど番組としては、えー、特集の、ねえー、ことをちょっとお話ししたいなと思いますんでツイキャスとか いろんな、えー、やり取りはできませんけど、えー、もし何か、えー、今日の今日の内容でっていうか、えーまあ、9月8日に放送されますけど、うん、今日の内容の、えー、質問とかそういったのはもうその翌週になるのかな <laughs> 9月の、はい、15日の放送になるのかな、ねうん、っていう形になりますけど、はいえー、放送ね、えー「列深呼吸」。 お楽しみいいただければと思います FM ギノワンレッツ深呼吸この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター新しい未来を構築するコンテナハウスメゾコーン癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴールド陸上の小さな海サンゴ畑総合建設業で地域に貢献株式会社流星建設の提供でお送りいたします。 プレミアムウォーター熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から組み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けしますモンドセレクション金賞2年連続受賞電話098-868-8282わーうっとり落ち着くね沖縄にいり 優しい音色が広がる沖縄オルゴール堂には1万点以上のオルゴールがずらり,手作り体験やってみよう、うんサンセットビーチ沿い沖縄オルゴール堂まるで陸上のサンゴ礁読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設120種類のサンゴとたくさんの海の生き物海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます 内作り体験ややツアーもやっっててます行ってみようサンゴ畑新しい未来を構築するコンテナハウスメゾコン世界を変えるシンプルなアイディア建築資材に中古輸送コンテナを利用しリサイクル循環経済を目指します耐久性が強く分解も簡単これからの未来に最適なメゾコンご相談は株式会社リフレショールーム開催中ライフスタイルに合わせた住宅・アパート建築 そしてリフォームを手掛ける流星建設株式会社龍星建設は宜野湾市益城へリニューアル移転いたしましたこれからもあなたに合った資産運用をご提案しますまずはお気軽にお問い合わせくださいはいどうも、はい、レッスン時お届けしてますけどえー、今日はですね、えー、まあ9月8日ですけどえーうん 今日8月28日月に収録しています、はい、ですから今日の内容は、まあ、最新の情報ではないかもしれないんですけどここのところすごく気になってる内容、えー、特に、えー「列深呼吸」の放送では最近はね、えー、コロナ禍の中、えー、コロナの情報だけじゃなくて、うんえー、本当に日本が今危機に。 してるこの日,日中関係とか香港も近隣の、ね、台湾も含めてあと南沙諸島とか、えー、尖閣諸島、うん、この辺の、ねあのー、話題に最近触れてるっていうのは、えー、実は、えー、今年の11月に大アメリカ大統領選挙がある。でその前の前、えー 9月10月に何か X デーがあるんじゃないかなっていう緊張感があるんでそれまでずっと特集多分アメリカ大統領まで、えー、それに、えー、関係するお話はずっと番組内でね、うん、続けていきたいと思うんですけどちょうどですねあの、えー、今日収録日の8月28日の朝刊に、うん、えー 石垣島の,あの自衛隊の、ね、配備の、えーなんかえー、市民投票かなんかの、はい、えそれの、えー、まあ判決みたいのが出てですね、はい、で琉球新報に出かくを、うん、あの不当判決って写真がってこう勝訴とか敗訴とかってよくね、まあ建くみたいなのがやるじゃない。うんうん、あれの写真がね 不当判決っていう写真がバってでかく載ってて判決はやっぱり不服としてるその人たちがね原告団が不当判決要は却下された時さ自衛隊配備はもう国の考えだし市長も容認してるし要は尖閣諸島とか石垣の人たちの漁師さんも本当に困ってるわけよ中国の審判とかでまともに漁もできないということで。 だけどあのだ、ね、自衛隊配備反対反対って言ってさうん、うん、アホらちがさ本当に、うん、だって本当に有事が起きて、うんえー、中国の人たちが攻め,き攻めてきてからさ何、うん、かあった場合に、うん、こいつらは一番先にあのもう「助けてください」ってってさ、うん、泣き寝入りするくせに「うん、あの何が自衛隊いらないよ」って。 とんでもない。何なんだろうね。どんなに活躍してるからね。うん、本当に日本の災害もさ、うん、あの自衛隊がいなければ本当に、えー、なんていうかな、もう何にも、えー、動けないっていうかさ、うんうん、ボランティアってわずかな力でしかないんだけど、一番活躍してるのはやっぱり自衛隊であって。そういうことを知らせてくれないからね。うん、メディアとかもね。そうそうそう。うん、自衛隊の活躍をね。 知られてないこともたくさんありますもんね。不発罰処理だって大変だよね。うん、本当に。だからすごいと思うよ。うん、そういうだから変更報道がされてるから、えー、こういうふうにね大々的に不当判決っていうのを表にね出したりしてんだけど。うん。わかりやすくよ、う単なる敗訴だよ。お前らの意見は敗者かみたいな。うんうんうん。前<う>ね。 当当然当然そう,そ,う、まあ、そういえっ、ー、と今日はですねあの、まあ、最近放送内でもお伝えしてました、えー、やっぱりあのアメリカと中国で香港との問題の中で、うんえー、アメリカの法律で、えー、香港自治法というのがあの成立したわけよ。 アメリカの法律アメリカの議会の中で法律で香港自治法っていうの法律が制定されたわけ。うん、香港自治法、うん、これは何かっていうと、うん、まあ香港の今までのこの民主主義とかさうん、うん、この香港の自治を守ろうっていうアメリカでそういう法律が<ー>これなぜかっていうと、うん、やっぱり香港にアメリカの企業とかさうん、うん あの関係するところいいっっぱいあって、うん、で貿易もあのやってたし、うん、でそれが、えー、中国の国家安全法によって、うん、全部台無しになってしまったわけ。金融もめちゃくちゃだしうん、うん、で自由化もなくなって言動の自由もないし、うん、もうあの銀行もねめちゃくちゃになってしまったからとにかくこの香港自治法を成立させて、えー 香港の中でもう本当に悪さをする要は共産主義の考え方を押し付けて不法に逮捕したりとか中国に連れて行って、えー、牢屋に入れたりとかさ、うん、そういったのをやめさせるために、えー、香港自治法というのはアメリカの国で法律が制定されました。す、うん、すごいですね、うん、でね、えー、まあ 中国,中国の銀行がねやっぱりあの恐怖に思ってるのは、まあ、国際取引から追放されるっていうことがやっぱり恐怖だわけよ。よ、うん、国でまあアメリカはもうそこからもう、えー、中国に関するこの銀行っていうのは、えー、追放処分にしようという動きがあってね。うんうん、で実際あのまあ この香港自治法で引っかかる要は、えーまあ、アメリカに対しても本当に不利益なことをしてる人たち11人が、えー、もう制裁が決まってて、うん、でその中にはあの香港の,あの高官の人がいるわけ。 要は香港政府をこう見てる中国寄りの,の,あの高官の人がいる、うん、その人よくあのメディアでも出てくるけど、うん、キャリー・ラムさんっていう女性の人をね、うん、ものすごい強気でね、うん、要は香港でデモやってる若い人たち制圧させろとかさもう催涙弾とかいろんなので香港の警察。中国の の息がかかかってるからうん、うん、このキャリーラムさんもね、うん、その香港高官のキャリー・ラムさんのクレジットカードが使えなくなったわけもあ<う>あいったクレジットカード会社ってアメリカがメインでたくさんあるからさそれでもう使えなくしたわけへ<ー>クレジットカードを。うん、で、えーまあ、香港のもう自治権がとにかく侵害されて そういった人たちへの,あの制裁が今のこういったキャリー・ラムさんとかだけどそ,れそのほかに、えー、香港政府の高官、えー、とその家族、うん、要はキャ,キャリー・ラムさんとその家族の人とかねあるいは中国政府の高官とその家族の人、うん、で、えー、その高官の人たちと、えー、彼らと本当に取引がある銀行とかね、うん、でそういったのをあの制裁の対象にしてるわけ。 うんうん、この香港自治法っていうのは、うん、だからかなりあの中国に相当締め付けしてるわけよね。うーんでこのことが、えー、また、えー、こういうのがあって、えー、8月12日のニューヨークタイムズで、はいえー、中国共産党のナンバー3の李善洲さんっていう人がいて。うん えー、これ中国のナンバーワンは習近平じゃん。それゅ中国のナンバーワンっていうのは、うん、中国共産党のトップだわけ習近平は。うんうん、でこの間話した、えー、中国国の,あの政府のトップっていうのが、えー、李克強さんがナンバーツー、うん、ナンバースリーのこの李泉昌さんっていうのはあの。 中央政治局のナンバースリーといって、えー、中国で全人代っていう要は日本でいう国会うん、うん、国会のことを全人代ってあるわけさ中国で、うん、その全人代で、えー、国家安全法っていうのがあの導入されたんだけどうん、うん、その張本人がこの李泉翔さんだわけうん、うん、ナンバースリー。 議長みたいなね<ー>国会の全人代のトップの人が中国のナンバースリーいはい。もう一回整理すると、うん、共産党のトップが習近平,習近平で、えー、中国政府のトップが李克強うん、うん、でその国会の中国国会にあたる全人代のトップがこの李泉翔さん,うん、うん、中国政治局。 もうチークも賢くなってくるね。なんかね、うん、忙しいね。<laughs> そういうナンバーツリーに当たるこの人が、うんえー、国家安全法要は香港をね締め付けた、えー、それを導入して、うんえー、可決されさせたあの前人代常任委員長なわけよね李善昭さんいう。うん,うんいや。こういう李善昭さんのあの娘さんがいてさ、李善、うんえー リセンシンっていう名前なんだけどはい、はい、38歳の,、うん、あの娘さんね、うん、この娘さんはえ香港に、えー、すごい資産を持ってるわけ、うん、あのものすごい資産というか持ってて、うん、でこのリ・センシンさん38歳の,あの住宅も高級住宅も香港にあってそれが1,500万米ドル、うん 日本円に換算すると約20億円<う>20億円の高級豪邸に住んでる、うん、持ってるわけ。え<ー> <laughs> やばいね20億、うん、だからねこの中国のこういう人たちは中国の赤い貴族って中国って赤でイメージされてるじゃん中国の赤い貴族って言われてる人たちで、ねうん、こういう赤い貴族。うん要はもう 本当はねあの共産党っていうのは、うん、あの個人のの資産とか持つのはダメだわけよ,<あ>よ要は土地,<ー>土地も持てないわけあそうなの？国内では、うん、全部国のもんだから。あそういうことね。資産持てないはずなんだけど、うん、こういう、まあ、香港だから不、うん、当な莫大な資産持ってたり高級住宅持ってたり海外に割と資産いっぱい持ってるわけ。 日本,日本もいいっぱいあるよ日本の富士山の周り土地買ってたりとかある。北海道の西あ周りとかねうん、うん、たくさんだから中国人関係の海外資産もたくさんあるわけあるいは海外預金とかねうん、うん、そういったのをあの預金封鎖とか、うん、そういったのも、えー、香港自治法の中でいろんなことができるわけよね制裁加えることができるわけ。うん、要は 習近平も李克強とかも、うんえー、李占将さんも中国国内にいるんだけど、うん、その親族とか家族は国外に出てて、うん、アメリカとかヨーロッパにいてうん、うん、で隠し財産もいっぱい持ってるわけ、うん、そういったのの,の家族の制裁もこの香港自治法に含まれてるからさ、うん、その銀行もね銀行自体もこういうはいはい、はい あの赤い貴族の人たちに有利になるような隠し財産とか、うん、そういったのを持ってる銀行ですら制裁の対象になってるから、うん、結構大きいわけこれ香港自治法で、えー、でかいですね、うん、これ本気でねアメリカはこうやってるからさめちゃくちゃだからあのトランプ大統領って偉いなって最初はこいつ変なやつだなと思ってたけどねややるることから確かにね。 だんだんとね本当にあちゃんと言ってるこにあっ,っていうのはのこれがね、うん、本当にあの、まに、あ、今の緊張感を見いだしてる原因でもあるんだけど、うん、あのそこまでしないとさ、うん、中国っていうのはもうやりたい放題、うん、もう世界でやってきてるから誰かがこうやってあの制裁とかなブレーキかけないといけないわけ。うん でも誰もブレーキかけられるとこないわけ他の国は日本もそうだけどアメリカだからやっぱりできるんだよね。ななんでで他のの国はブレーキできないの要は中国ねもう大国じゃん14億人もいるし中国からものを輸入してまあそうだよねやってるこのつな、ね、がりがある国たくさんあるわけうんうんそうだよね。ね 安い野菜の加工品とかさいろんなの全部中国からだから中国が大きくなったのは輸出ででかくなっていってるから経済も太くなっていってるからさ最初は賃金も安かったからいろんな生産工場とかは中国にあったじゃん今はもう賃金高くなってるからみんなベトナムとかさいろんなところに工場を移していってるけどね。 まあそ,れでもそれでもこの間話したようにうん、うん、6億人の人は、ね、あの平均賃金が月収1万5千円っていうね考えられない、うん、で失業率20%っていうねうんまあこれはあのコロナも関係していることなんだけど、うん、だからそのぐらいもうひどい状態にあの中国はあるんでそれでなおかつあの要は南沙諸島とか 要は軍事面では本当に強気でやりたい放題ができてるから、うん、もうここで誰かがもう締め付けないと、うん、もういい気になってもう世界は自分たちが牛耳れるんだっていう中国自体に14億人の人口がいるけど、うん、これ世界中に中国人いっぱいいるから、うん、めちゃくちゃいるからねびっくりするぐらい。うん、あのシンガポールでもさ、うん 人口の半分近くは中国人じゃなないか半分に近いけどねシンガポールって今すごいね貿易とか観光でも有名だけどあの中,国中国系と、えー、インド系と、うん、でマレー系主にこの3つ、まあ、他の多国籍になって、うん、日本人もいっぱいいるけどうん、うん、主にそういう文化でできてきた国だわけよシンガポール。だかららシンガポール行ったら あの中国人街とかインド街とかあってちゃんとあの旧正月はものすごいお祭りムードでさ中国人もいっぱいいるから,からそういうところ世界にたくさんあるじゃん日本も中華街があったりとか全世界にね中国人がいるところたくさんあるからこの,あの国家安全法の中にはあのなんか中国が。 もし戦争状態とか何かなった時には、うん、世界に散らばってるこの中国人は、うん、あの暴動を起こさないと、うん、この法律違反になるわけよ。えーうん、何もしなかったりとかうん、うん、そこの敵国の味方になったりとか、うん、あのもう何もしないだけでも法律違反みたいになるからね。うん、はあだからテロを起こさないといけないとか日本に住んでるその中国人は、うん、あの中国 日本でいろいろこの暴動を起こさないといけないわけ、うん、そうしないと法律違反になるわけ<ー>この国家安全法におかしな話でしょうん何、うん、かもう中国人は緊張感満載だろうね全然,全然自由感ないし、うん、こう縛られてるしさこの変な法律で、うん、不満持ってる人もたくさんいると思うんだけどね、うん、へこういうのがねだんだんこう見えてきてるんだけど あの知らないい人がたくさんいるんるだよねうこういうの報道されないからうん、うん、みんな知らないわけがどうなってるかとか、うんうん、国家安全法ってじゃあどっからどこまでなのかなとかね、うん、アメリカがこの香港自治法っていうのを法律で決めたその目的何なのかとかさ、うん、あまりこ理解されてない部分が多いから、まあ、この番組でねなるべくお話ししようとしてるんですけど。はい でそれから、まあ、あのその習近平らの、まあ、トップ4人の中の,あの3人の家族の資産、うんまあ、今言ったナンバーワンナンバーツーナンバースリーの家族の、うんえー、総資産だけでも、うん、の不動産総資産の不動産だけでも54億円分ぐらいあるわけうんだ今言った李ンシ進ンさんね李泉省さんの娘さん の資産だけども不動産資産資だけども20億円あるからさうすごいあの不動産の資産だけでも持ってるわけよねたった34人でこれだけの資産持ってるんだよ。へえ、うん、本人たちじゃないよ習近平と本人うん、うん、そのトップ3の中の,この家族の資産、うん、本人たちの資産入れたらもっととんでもない金額になるけど。

ことがたくさんあるわけよ。んほんのわずかな百年以内にでよ。うん、毛沢東って聞いたことあるでしょ。毛沢東。毛沢東って中国の、要は、まあトップだった人ね。うんうん、ええー、今の何代前かな、四代。か五代ぐらい前なのかな、うんうん、毛沢東。この人も、あの。文化大革命って言って。うん、あの天安門事件とかあったじゃん。はいはい、若い人が暴動して。うんうん、あの、あの。 文化大革命の時に、うん、この毛沢東は中国国民をよ、うん、自分たちの国民を5,000万人虐殺したんだよ。え !?5,000 万人だよ。日本の人口1億2,000何百万、うん、もうあの半分に近い人口を虐殺、うん、他の国のじゃないよ自国の国民をだよ。うん、なんでいろんな理由でだから要はちょっと反発するだけでとか。 えー、いろんなまた密告制にしてからさ、うん、だから人が信用できなくなるよねうん、うん、隣近所の人がもう密告したりとかさ、うん、ちょっと国に何か反抗してるような動きがあるとかなんとか密告して逮捕されていって殺されるとかさ、うんうん、5,000万人を殺したわけ信じられだからもう本当にねヒトラーとかもうあの辺に値するぐらいもう 本当にひどいこといっぱいやってきてるし、<ー>で今現在もこれもあまりこうメディアでは大々的に報道されてないけど、はい、あのチベット人とかさ、うん、あのウイグル地区の、うん、まあ中国の中のウイグル地区っていう地区があって、ウイグル人がいてさ、あはいはいはい、そこの人権弾圧っていうのが今ひどいわけよ。うん、どんどんそこそこでも虐殺されてるわけ。ねえ。 うん、強制収容所みたいなところとかねそこで強制労働されたりとか、うん、ひどいのは中国って、うん、今一番あの臓器が手に入りやすいわけ。臓器、うん、手に入りやすいあのあのだから例えば日本人が、えー、肝臓移植とかうん、うん、心臓移植とか、うん、こういった臓器とかっていうのは、うん、もう本当に何年も待ったりとか、うん、よくね お子さんの何とかちゃんの臓器移植待ってるみたいな感じとかいっぱいあるじゃんドナーが見つかったからアメリカで手術するとか、うん、こういうのあるじゃん、うん、中国の場合はあの欲しい臓器がいたら、うん、お金さえ出せばさもうそれ,それこそもうやばくないどんな世界よってことは、うん、そのウイグル人、うん の人たち殺して。うん。だよね。殺して、うん、もう。持ってくるんだよね。もう生き生きした。若い人のこの臓器を。提供してるわけよ。うん、この臓器ビジネス。やってるわけ。現在よ。くない。現在の話よ。人。人を殺してるってことでしょ、平気で。で臓器。抜いて。うん、はい、これどうぞってやってるってことでしょ。どんな世の中まじでこれ。やばいね。 人権弾圧、で、ウイグル人を、ウイグル人自体をまた減らそうとして。うん、あの、強制否認とかさ。うん、あの、強制的にも、否認手術とか、やってるわけよ。ねえ。この人たちの生きてる喜びって何なんだろう。うだから、ウイグル、ウイグル人を、の超えた人権弾圧とか、そういったの、も絶対許せないってことで。うん あのアメリカの議会でも,、うん、もう最近もう今年に入ってからも何回か言われてだもうそういうのがもうとにかくいろんなのが出てきたから、うん、もう中国に対してはもうけしからんとこの共,共産党があるから、うん、ウイグル人もこうなってるし、うん、だから共産党を今度9,000万人の共産党員を、うん、もう破壊させてな、うん、くして、うん、中国をちょっと民主 かしていかないと、うん、このウイグル人も助けられないわけよ。他国の人が勝手にうん、うん、ねこうやってウイグル人とかさもう中国国内のウイグル人弾圧してるっていうのはもう国の国がやってることだからさ。怖いな。恐ろしいでしょ。本当に恐ろしい、うん。だからこういうのが実際あるんで、えー、まあトランプさんは。 意を消して、うん、違ってっんだよね日本も何,とも何も言わないしさ、うん、他の国も何もやらないんだけど、うん、だからある意味はだからトランプさんじゃなかったらこんなことできなかったんだろうなっていうのもあるしまあなあう、ね、そうだよな、うん。ことなんで、うんえー、また後半もね、えー、この話題にね関していろいろ思った。 いプレミアムウォーター熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から組み上げたミネラル成分豊富な天然水を地下熱処理でご自宅へお届けしますモンわうっとり落ち着くね。沖縄に 優しい音色が広がる沖縄オルゴール堂には1万点以上のオルゴールがずらり,手作り体験やってみよううんサンセットビーチ沿い沖縄オルゴール堂まるで陸上のサンゴ礁読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設120種類のサンゴとたくさんの海の生き物海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます 内作り体験ややツアーもやっっててます行ってみようサンゴ畑新しい未来を構築するコンテナハウスメゾコン世界を変えるシンプルなアイディア建築資材に中古輸送コンテナを利用しリサイクル循環経済を目指します耐久性が強く分解も簡単これからの未来に最適なメゾコンご相談は株式会社リフレーショールーム開催中ライフスタイルに合わせた住宅・アパート建築 そしてリフォームを手掛ける流星建設株式会社「龍星建設」は宜野湾市益城へリニューアル移転いたしましたこれからもあなたに合った資産運用をご提案しますまずはお気軽にお問い合わせくださいはいどうも「列進国」をお届けしてますが、はい、え今日も米中関係とかとにかくもう中国の問題点をねもうあぶり出して。 えー、世に知らせていきたいなというふうに思ってますんでん、えー、まあとにかくあの、うん、この李清新っていうさっきのね、えー、中国ナ、no. ンバースリーの李泉省の娘さん李清新さんはまた中国建設銀行っていうこの まあえー、投資関係を主にやってる銀行があるわけ中国,の中国建設銀行っていう、うん、でそこの、えー、会社の会長もやってるわけよこの娘さん38歳のうん、うん、銀行の会長もやってるからさっき言ったように彼らと取引がある銀行も制裁の対象って言ったじゃん。だからその えー、中国建設銀行というのも、うん、この制裁の対象になってるわけは<ー>、うん、だからこの辺もあのいろんな制裁が今後加わってくるし、うん、でまたあの8月13日の、えー、ロイター通信の中では、えーま「金融の鉄のカーテンの恐怖」っていうこの題名で。うん これ何かっていうとう金,金融の鉄のカーテンっていうのは、うん、とにかく、えー、アメリカが中国に対する、うん、あの制裁の中で、うん、中国の貿易は主にあの香港を中心にやってたんだけどほとんど貿易の時の,あの、まあ、支払い決済とかさ、うん、それは米ドル決済してるわけ。 アメリカドルに切り替えて決済システムしてるわけだからえ世界の,あのまあ共通っていうか統一通貨はアメリカ米ドルだわけよ。うんうん、共通ねす、ねうん、だからそれをだから日本でも日本円をドルに変えて決済するとかさそういうあの米ドル決済システムが通常だわけ。うん、でそれを あのアメリカがね、えー、その米ドル決済をあのもうストップした場合アメリカが、うん、中国に対してねストップした場合は、うん、もう中国アウトになっちゃうわけもう貿易できないからううんうん、うん、こ,れこれもうこれはあの最終手段のわけさ、はあ、血,液を血液を止めるようなものそうなると、まあ、でも こ決済っていうのはの貿易中心のベイドル決済っていうのはあの世界共通で s スイフトって言われてるわけ s w i f t んスイフトっていうのがあの貿易のベイドル決済のシステムのことを言うんだけど、うん、この s ス,スイフトがえ現実的にストップになるってことは、うん、もう戦争状態の時でしかありえないぐらい。 こと、はあうん、だわけよもう血液を止めるってことだそうしたら中国はもう何するかっつったら、うん、もうミサイル攻撃核戦争をするしかないわけうん要はもうリアルだな <laughs> だからこれはまずやらないわけさやらない最後の最後の手段も,もう本当に最終手段、うんうん、戦争が起きたらこれはやるわけ、うん、ああはいはいはい この米ドル決済システムをなくすっていうことはしないと思うんです、ねんうん、そのぐらいも市場にもう一つは、はいえー、今南沙諸島にアメリカのこの空母、はいえー、ロナルド・レーガンとミニッツというのが待機してるんだけどこれは南沙諸島に、えー、中国があの勝手に実効支配してる。 あのね、岩をこうし埋め立てて島にしたり、うん、軍事基地作ったり滑走を作ったりしてるあそこをあの破壊しようとしてるんだけど、うん、ただそれだけじゃなくて南西、うん、諸島に今待機してるっていうのはもう一つ理由があって、はい、あの中国っていうのはあの石油の資源ないからさ、うん、全部あの石油輸出国からタンカーで中国に運ばれてくるわけよ。うん、その タンカカーで運ばれててくるる、うん、こここのののマラッカ海峡のところには待機してるわけ。うんうん、で、その石油タンカーをもし止めてしまうと、うん、中国の石油のね、うん、輸入を止めてしまうと、うん、中国は10日間で石油が枯渇してしまうわけなくなってしまうわけ。うん、ださっきの血液止めるのとほぼ近い。うん、要は飛行機ぜあの戦闘機も飛ばなくなるんだよ。 やばいね、車も走らなくなるしもう電気も消えたりとかでもエネルギーがなくなるってことだから、うん、でこれも,もう最後の最後の手段だからで日本は日本が第二次世界大戦が起きたのは、うん、これがある意味原因だわけアメリカは日本に対して、うんうん、この石油の輸出を止めたわけほ<う>だからもう あと燃料がもうわずかしかないから、うん、もう戦争しちゃえみたいな感じで真珠湾攻撃始まったからね。そうなんだだからこの戦争に至るこのパターン、うん、まあ助長がいくつかあって大使館とか、うん、あの領事館封鎖、うん、これはもうまずやったでしょ。で、えー、香港地地方とか。うん こういろんな関わる人たち制裁したり何、うんえー、ちゅうかな隠し資産を凍結したり預、うん、金出せないようにしたりとかでこれもう第二ステップみたいなで感じでだんだん締め付けて経済、うん、制裁して締め付けてきて、うん、もうさっき言った、えー、米ドル決済を止めるとか、うん、石油を止めるっていうのはもう戦争状態になったらそれをやるだろう うんそ,その時に、うん、だから今月9月10月に、ねはい、X デーが起き,起きるとしたら、うん、じゃあその南社諸島、うん、これをあの中国あのアメリカ軍が、えー、全部これあのもう破壊して、うんえー、こんなあの勝手にね、うんえー、実効支配はやめなさいという形で、うん、バーって地ならし。 ししてもも、うん、中国は何もしないかでも抵抗してきてうん、うん、まず先に手を出してしまうと、うん、日本はやると思うけどさ、うん、あアメリカはねアメリカやると思うけどうん、うん、でも南沙諸島だけで局地的な小競り合いというか局地的なあの戦争みたいな形で終わるのかうん、うん、もう大々的になった場合は。うん もう四千発ぐらい日本に飛んでくるからね。だよね。ポケットが。もう本当にリアルだな。だから、うん、これ、あの作り話でもなんでもなくて。うんうん、この段階まで、こう徐々に来てるっていう。じわじわとね。うん、これを分かっては、うん、もう分かってる人は。うん、もう田舎の方に今、今避難してる人も多いわけよ。都会はもうミサイル向かってるから。うん、でも、なんか、あの。な なんていうかな富山とかこの長野とか山奥とかってあそこにミサイル向いてないやつだからうん、うん、そこにもう逃げてる人もいるわけ、えー、いわば海外に出てる人もいるしまあそういう人たちもいわせるんだよね,、うん、ね,ねえだからこういうのがね実際にもうじわりじわり、えー、締め付けられてるっていうねあの だ金融制裁の中でもさっきのドル決済システムをやめるっていう以外に、うん、えー、他の他の国があるじゃんはい、はい、まあアメリカ以外にもね、うんえー、中国と関係のある国とかも、うんえー、考え方はもうアメリカ寄りだからさ、うん、アメリカの考え方に近いんで、うんえー、そういった国にもあ中国の中国 とは金融面でデカップリングしなさいっていうこと。デカップリングっていうのは切り離すっていう意味なんだけどね。はいはい。デカップリング。カップルっていうのはあれさ。カップリングっていう。あ、つなぐ。そういうこと。デカップリングっていうのは切り離す。切り離す。金融のデカップリングが徐々にも始まりつつあると。始まりつつある。他の国でもね。 でそれに対して中国の対抗策っていうのはもう中国もただ黙ってなくて、うん、対抗策っていうのを今打ち出してきてて、うんえー、一番目にこの中国人民元をあの国際化デジタル化デジタル人民元っていう形でデジタル化しようとしてるわけ。うん、この中国人民元といいうう実際ののお札とか、うん、ああいうのは だからそういうのよりはあのデジタル上のパソコン上とか、うん、このデジタル上の仮想通貨とはちょっと違うけどね。うん、あ違うんだ、うん、だって銀行取引とか今あのに振り込みとか入金とかも、うん、もうパソコン上でやってるじゃないデジタル銀行。ああそういうことね。あの中での,このデジタル人民元っていうのはうん、うん、もっと普及させようっていう動きが 中中国ではあって、うん、でそれを国際化、まあ、取引にも使っていこうとっていう、あのー、動きとかねあったりまあさっき話したね、あのー、とにかく、えー、ブイグルークの人権弾圧とかこの辺も大問題になってるし、うんえー、<coughs> まああのー、もうだいぶね <laughs> 話し込んで。ねえー、結構時間が かなりもう時間が押してきてるんだけど、はい、えまだまだね、あのー、中国と、えー、アメリカのこととかあともう台湾企業もね、うんえー、締め出しをもうどんどんかい開始しててもう台湾ももう全体的にね、えー、防衛力を高めてきてるからうん、うん、この間なんか本当に台湾の空域に中国の Z 戦闘機が来たら。 それに向かってあのミサイル発射してるからいか、えー、<laughs> これあの放送には出てないよメディアには<ん>、うん。ミサイル発射したんだよ。やばいね。日本じゃ考えられないでしょ <laughs>、うん。びっくりしてよ今。台湾ももう本気だわけよ。へえー。でそれでも戦争にはならないんだよ。うん、なんで？いやもう本格化してしまうからさ。ああそういうことかち。ちょっと脅しをかけたつもりだわけよ中国は。うんうん、だけどミサイル飛んできたからびっくりしてるわけよ。いやそれビビるよ。<laughs> <laughs> そのぐらいあの台湾はかっこいいわけよやり方がもう本当に素晴らしくて、うん、だからその辺の話をねあの、えー、その辺の話とまた深いこのスパイ活動のね、うんえー、話まで行きたかったんだけど今日ちょっともう時間ないんで、えー、放送ねあの終了しますけど、はい、あのまた、えー、この件に関しては次回あの放送の中でね 生放送で話したいと思いますんで、はいえー、ご期待ください。まあこれ9月1日にじゃあね、あのまあ8日にこれ放送されますけど、<laughs> あの1週前にも話っときますんで。マネ聞きたい人はね、また1週前に戻って聞いてもらうかって,れて,から聞いてくださいね。と、はい、いうことで、えー、レジチンコキをお届けしました。どうもご視聴ありがとうございました。はい。それでは。 えー、何もないことを願って、ね、この地球があることを願って、えーはい、9月10月乗り切っていきましょうはいコロナにも負けないぞ頑張って、はい、それでは元気でまたお会いしましょうはいバイバイ来週お会いしましょうさよならさよなら